2番ジョニー・ウィアさん、アメリカ。アピアンス、ジョニー・ウィア from USA。トリノオリンピックは5位、バンクーバー6位、2008年の世界選手権で銅メダルを獲得しています。アメリカ、ジョニー・ウィア。ミュージカルノートルダムドパリからアベマリアペア。指先からつま先まで行き届いた演技に注目してください。ルッツからのコンビネーションジャンプ、トリプルルッツ、ダブルトーループ。2回目のジャンプは片手を上げてでしたね。アクセントをつけていきます。トリプルアクセル挑戦してきました。表情にこの白い衣装が映えます。ソチオリンピックの羽生結弦のフリープログラムの衣装もこのジョニー・ウィアーによるものです。コレオシークエンス、深いエッジを使って非常に丁寧に表していますね。しなやかな非常に柔らかい曲線を使っていきます、ジョニー・ウィア。トリプルトーループ、降りた後も流れがあります。この見せ方もジョニー・ウィア選手ならではですね。そのままスピンへの移動です。一つ一つ綺麗なポジションですね。チェンジフットコンビネーションスピン、あ、綺麗ですね。大歓声。ジョニー・ウィアらしい美意識の中で彼にしか表せない世界観。スタンディングオベーションです。少しこう嬉しさに表情がシャッとなりました。このジョニー・ウィア、これは嬉しいですね。嬉しいですね。そうですね、あの曲が始まった途端にそのジョニー・ウィア選手、曲の中にスッとこう入っていって世界観を作っていきましたね。そして自然と見ているファンをその中に引き込んでいく。はい、あとあの本当にこう一つ一つ丁寧に
そのジャンプを決めるということだけではなくて、プログラム全体の、ね、その演技の完成度の高さというものをどんどんこう重ねていった、本当にこう素晴らしいプログラムになっていたなと思いますね。これはトリプルアクセル果敢にチャレンジしていきました。回転はしていたと思うんですけれども、はい、ちょっともう少し高さと回転力があればもうほぼ完成していましたけれども、ただその他のこのスピンであったりステップであったり5コンポーネンツのところでも非常にこう高いポイント重ねていっていることができると思いますので、スピンでもレベル4が2つありますね。はい、やはりあの柔軟性であるとかそのポジションの確実なあのポジションの変化だったりそのポジション自体をいかにこう綺麗に決められるかというところでもレベルはどんどん上がっていったと思いますね。どう見られどう見せていくか考え尽くしたジョニー・ウェアの演技です。また似合いますからね。そうですね、ありがとうございます。日本語でしっかりと話してくれました、はい、ジョニー・ウェアの得点です。おお、70点を超えてきました。技術点が 34.39、 演技構成点は 41.75、 75.14 で現在トップです。曲の解釈は 8.60 出てますね。非常に高いです。